武器も奪われてる。本部との連絡は？ダメだ、通信リンクが繋がらない。このままでは脱出不可能になるぞ。ジル！貴様何者だ？まだ痛むか、新人。いえ、まだ戦います。いい顔だ、新人。もうダメよ、この街は終わりだわ。諸君らの尽力には感謝している。この現実を世界に提示することをもって任務は完結した。ご苦労。ジェシカ君、パーカー君、通達する。この施設の封鎖は突破された。対策本部は現時点をもって放棄。退路を確保の上、最上階ヘリポートで合流せよ。以上。よし、俺とジェシカはホールで敵を食い止める。新人はポースをヘリポートへ案内しろ。了解。バーカー、準備ができたら行きましょう。オブライン、モルガン氏。BSAA も撤退、残りは私だけ。一つ言わせてもらいます。FBC は大きな間違いを犯している。我々が事態の解決に乗り出してすでに3週間の限界態勢。避難は行った。我々にも犠牲は出た。十分だ。これ以上の解決遅延は我々への風当たりとなる。わかるだろう。だが太陽光集積システムを使った滅却など根本的な解決に必要な証拠も先ほど正式に承認された。決定は現場で下す状況だ。ああ、手回しが早い。世論への配慮は事後で良いと、それが FBC のやり口か。日の光で焼き尽くせばよい。政治で事態を施行するからベルトロのような連中が現れる。でなくては困る。それは私たちのような存在が抱える永遠のジレンマだよ。ではテラグリジアの犠牲者たちは無駄死にに。話は終わりだ、オブライエン代表。諸君、命令は下った。早く作戦行動に移りたまえ。行くぞ、レイモンド。わかりました。食い止めるぞ。私たち二人だけで本当にいけるのか。やれなきゃ死ぬだけだ。打ち止めてヘリポートへ向かうぜ。
ああ、俺たちもヘリポートへ急ごう。壁も登るのか。まずい。ジェシカ、貧乏くじを引かせて悪かったな。今さら。じゃあいつか、あんたの地元で一番いいバーのメニュー全部覚えてね。何なの？くそ、故障が。他に使えそうなエレベーター、この先の階段から上がるしかないな。っていうか、この私に階段使えとかありえない。
ジェシカ、クライブ・オブライエンのことどう思う？それだけか。マルクの話、けど悪魔が攻めろ。モルガン司令に逆らっても死ぬし。俺は来た。FBC を長くやってると、当たり前の正論ってのを忘れそうになるしな。似てるわね、二人とも。マジで自分の意味を求めちゃう。かわいいとこでもさ。Thank you.
から進めそうだ。手伝ってくれ。今行くわ。ジェシカ急げ。しつこいやつなので、これでしのげればいいが。都市が使う太陽光集積システム自体を滅却に使うとは、まるでラクーンシティの再現ね。隠蔽によって地上から消滅した町だな。テラグリジアも名だけを残し滅却処理か。私たちは最善を尽くしたわ。だと思いたいがな。